ということで、本日も加藤里奈がお邪魔しております。本日1月9日の今年最初の取材ということでお邪魔してるんですけども、見てください、雪ですよ雪。本日マイナス1度で朝1並ばせていただいたんですけども、まあ、店内はほかほかだと思うんで今日も頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、ということで早速今日は囲碁側のマデリンシク絆で頑張っていきたいと思います。おぼろちゃんです。イエイ。久々の実戦で、実はここのお店で私フリーズで一撃7000枚出してるんで、今日ももりもり期待して頑張っていきます。この流れは良くないやつだ。いやまあまあまあ、小籔引きでない方が悪いんで何も言えないです。ふぅ、よし、上がるでしょ。値上げを買ってきた。おぉ、おたるみ、そろそろ値上げを買ってきたぞ。あ、割れた。おたるみ、よし、上がる。値上げを買ってきたぞ。買ってきたぜ。なんて神々しい感じでございましょう。なんと神々しい感じしいただきました。マジックチャンス確定。おお、この気持ちがな。お見事です。でも声がおもろちゃんだったんで、おもろ行きたいな。
刻収集。サルビック生きてるんで、どうにか入ってほしい。Thank you.
新道寺で20個載せてる人はもう別済みで4箱ぐらい出てますね。すごい。まあ、奥向こう側の人も結構盛り上がってるんで、私が一番最初に座ろうと思ってる台のあたりもしっかり伸びてるんで、今日はやっぱり全体的に入ってるのかなと思います。すごいこと言ってるな。さっき奈々が絡んでたんでおって思ったら、
実践終了いたしました。お疲れ様です。さあもう店内かなり盛り上がったんで、もう皆様分かっていただいてると思いますが、結果発表したいと思います。投資が本日470枚ですね。470枚で回収がこちら、1983枚そう、1983枚ということで、プラス1513枚となりました。イエーイ。最初私打ってた時、あのバジリスク絆ずっと打ってたんですけど、なんかちょっとあんまり良くなくて、もしかしたらダメなのかなと思ってたんですけども、後半めちゃくちゃ元気が良くなって、今もしかももう本当に BC スルーがほとんどない状態で、バジリスクチャンスからバジリスクタイムにそのまま入る流れが結構あったんで、もしかしたら今日一番いい台だったかもしれないですね。そのぐらい調子が良かったです。私の周りの人もでも全体的に良かったんで、どうなのかなって感じなんですけど、すごい今日は楽しめました。それでは失礼いたします。バイバーイ。